大津は日本海軍の未成解剖艦。法令上は三倉型解剖艦の18番艦。艦名は山口県の大津島にちなむ。改めご計画の解剖艦、第5251号艦型の15番艦、仮称艦名第5265号艦として計画されたが、日立造船に建造が割り当てられた本艦は、傭兵側から要望のあった。 総会具を装備した通称、日ぶり型として建造されることとなった。なお、改め五計画により日立造船で建造されたクメイカー6隻は、丸級計画艦とは異なり、全艦が総会具を装備せずに94式爆雷投射機と3型爆雷、装天台を1機ずつ装備して巡航している。1945年1月12日、 日立造船株式会社桜島造船所で寄港。3月5日、大津と命名されて、三倉型解剖艦の15番艦に定められ、本籍をクレチンジフと仮定。5月10日、浸水。7月24日、阪神地区が空襲を受けた際、資金団により、後部外反と上官板を損傷した。終戦時未成。8月17日、工程75%で、 工事中止。1946年2月17日、暴風のため浸水し転覆。1947年2月1日、大阪地方福井局所間の行動不能鑑定に定められる。同年10月から1948年3月25日にかけて、日立造船桜島造船所で解体された。神、沢氷一少佐。 1945年4月1日から1945年8月20日。これは、第5251号艦型としての価格であり、総海部装備艦としての価格ではない。AB 福井、写真日本海軍全艦艇士及び、明治百年史総書、昭和造船士、第1巻による。戦士総書海軍軍船尾海戦囲号隊では1945年1月2日。 機構としている。a b 進捗率は大阪警備府と近畿海軍監督部が昭和20年8月31日付で調整した各目録による昭和22年2月1日付にまた総第49号では90%福井写真日本海軍全艦艇士及び世界の艦船日本海軍護衛艦艇士では92%としている方向並走と 水雷兵装は、通称、日振り型の改めご計画上の第一艦区目の竣工時の装備状況に従い記述する、AB 艦艇類別等級別表上の通算番数。大津が艦艇類別等級に搭載された1945年3月5日、時点で、淡路、日振り、草垣の三隻が同票から削除済みのため、 法令を厳密に捉えるなら15番艦だが、これら3席を含めると通算で18番艦となる。改めご計画上の番数、ありがとうございます。